マリーゴールドファンある結局みんな田中絆が好き。でも、プジョーシーに結局若くて可愛い子が好きだよねって思われたくないから、ボジラって名目上は言っちゃう。えー、今回ですね、え9月20日に行われた仙台ピット大会を、レッスルユニバースで見させていただきました。最近はこうイラストとですね、試合結果書いてるんですけど、ちょっとね、あんま上手くいかなかったんですが、まあまあ、これからね、画力は、 向上していいいくんじゃないかなかと思いますちな,ちなみにこれはレッスンユニバースで、えー、表紙というかなってるた高橋七恵選手と千秋選手でございます。で、この大会で、まあ、ライブ配信で見てて僕が一番こう、おおと思ったのが、この林下歌美対正月夏美なんですよ。で、この試合は林下歌美が勝ったんですけどコメント欄見てたら 結局、正月夏みが押しに押してジャーマン一発で勝ったじゃんっていう話だったんですよ。だけど、めちゃくちゃ大技使ったなと思って、普通のジャーマンじゃなくて、アルゼンチンから下ろしてジャーマンだったんですよ。で、これ、ネットの記事で見てたら、この大中西ジャーマンだっていう風になってて、うわぁ、懐かしいと思って、あの、大中西ジャーマンを、どれくらいの方が知ってるかわかんないですけど、中西学部選手ですよ。 新日本ロレス1998年ですかねに、えー、g 1クライマックスを優勝してアルゼンチンバックブリーカーで、えー、ガンガンガいンガンって,てもて大好きなレスラーだったんですけど宇多美選手ももともとスターダムでデビューした時もアルゼンチンバックブリーカーでガン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 うんギブアップとって勝っていってたんですよでそこからジャーマンってなってハイジャックボームって形になって。で なんかこの中西学さんの系譜をある種宇多見選手は引き継いでるのかなと思ったんですよ。で、世界三大バックブリーカーがアルゼンチン、カナディアン、ハイジャックでしたよね。だったと思うんですけど、今ハイジャック、ボムをね、宇多見選手使ってるんですけど、結構ハイジャックボムって、こう、入るのにちょっとリスクがあるみたいな。で、そこで大中西ジャーマンが入って買った時に、うわ、すごい大技が決まったなと思ったんですけど、意外とコメント欄で、 さっきもちょっと言いましたけど、この、えーみたいな、だったんで、なんかもっとね、大中西ジャーマンが、大技中の大技っていうのが、広がっていくと、なんかもっと、すげえな、歌見みたいな。歌見完全復活じゃん。あんな、大中西ジャーマンされた、もしかしたら大中西ジャーマンじゃなくて、大歌見ジャーマンとかになるかもしれないですけど、まあ、サリーでもね、一発で沈めれるんじゃないかっていうような、そういう大技なんでね。 で、まあ一試合から、一試合目からね、振り返っていきたいんですけど、ゴチカがね、きついっすね。まあただ、やっぱ、柚木に負けて、もうボロボロ中のボロボロですよ。結構、この緊張感が好きで、このマリーゴールドの、どの選手も緊張感持ってるし、で、勝ってるからって言って、うまくいってるとも限らないし、かといって連敗が続いて、もうボロボロで、 だけど絶対に諦めないぞとああ残りの試合全部勝つぞっていうような気持ちがあるんでだから試合のバックステージコメントでごちかり松井美沙何言うのかなっていうのは毎回気になりますしなんかこのライバルストーリーっていうんですかもう何にでも噛みつくみたいなだから石川猿選手みたいな当たり屋にちょっとなってきてますもんね後藤近が。でもちょっと野崎様が強すぎてこの 「マンデーマジック」っていうノアの大会があってノアの大会にこうノア女子みたいな形で野崎渚は出てたんですよでそっから高瀬みゆきみゆねだったりとかいろは匠グレート咲夜だったりとか、まあ、そこの中で,で野崎渚の強さっていうのはなかなか伝わりづらいな分かりづらいなと思ったんですけどこの「ドリームスターグランプリ」に出て。 いやー、野崎なぎさ、体は大きいし、で、見せ方も上手いし、めっちゃ強えと思って、後藤近も体大きいと思いますけど、ちょっとね、力の差が圧倒的にありました。ノリ選手でも、野崎なぎさに、まあ引き分けになりましたけど、圧倒的な力の差があったんで、野崎様は、この、スタあマリーゴールドに、スターダムって言い,いかマリーゴールドに、 リングに上がってるでちょっと力を抑えてんのかなっていうレベルで思いましたかね。ボジラともしかしたらいい勝負するかもしれないですよ。で、え、2試合目が青のミクと田中絆です。まあ、ゼ0試合もあったんですけど、え、青のミクと田中絆ですね。もう、最初に言ったみたいに、結局、マリーゴールドファンって、結局田中絆が好きなんですよ。で、 いや、田中絆好きだけど、父親の田中みのる知ってて、父親の田中みのるそっくりだから、その恋愛感情とかでは見れないけど、応援しちゃうみたいなね。なんかそんな感情がね、出てくるんですけど、やっぱ田中絆、こう、腕いけやとか、なんかいろいろ思うんですけど、やっぱ力の差だか、ただね、腰がね、腰のベストコンディションの田中の絆の戦いが見たいなと思うんで、もしかしたら、このドリームスターが終わったら、 田中絆は療養で長期決流上とかになるかもしれないですね。まあその入れ替わりでセトリアが戻ってくるとは思うんですけどちょっとね、田中絆選手腰がね相当きつそうな感じがするんでうーんまあでもやっぱ負けてられないと思うんでねいろんな思いがある今輝かないといけないですからね。で、えー、高橋菜那対千秋ですね。まあ、なんかこの アクトレス勢っていうんですかね、俗に言う。の中で、やっぱり一番個性を出して、自分らしく言ってんのは、まあ、千秋選手なんじゃないですかサリー選手もなんかモノマネでやってるだけじゃねえかって言ってますけど、やっぱ中でも、ずっとね、千秋に叩かれた椅子のあ頭をまだ作ってますからね。お、なかなかいいじゃんみたいな。自分らしく、単純にヒールになりゃいいっていう僕は問題ではないと思うんですけど、マイクパフォーマンスはうまいし、 どういう風に見せたいかっていうのもあるし、まあ、ジュリアのグラサンがあるしね。ただ、高橋七々のね、壁はでかいですからね。千秋選手もね、160で60ですよね、ウェイトが。結構、あるってパワータイプだと思うんですけど、まあ、それでもね、七々には勝てないんで、だから、まあ、今回のドリームスターでやってるのって、もうね、高橋七々とパッション中入マッチしてもらえるようなもんですかしかも公式戦で。 いやいい経験にはなってると思うんで、まあ、ただ、いい経験ってだけじゃ、ダメで、うん、勝ち星にね、入っていかないといけないのかなと思うんですけど。で、次の試合がサリー対松井美沙。もう松井美沙がボロボロすぎて、サリーですよね。あのー、誰でしたかね石川直人最初やった時に、松井美沙って言ったら、こう、カバーしてからのヨーロピアンクラッチっていうんですかね。なんか、それで決めるイメージがあったんですけど、今回もサリーを、 ヨーロピアンっていうかジャパニーズレックロールクラッチで固めたけどそこからすぐヨーロピアンみたいな形にはなかなかいけないんで、最後ね、サリーの鬼が来ましたよ。あの、バタフライロックっていうんですかね。未来もあれしますけど、ブライアン・ダニエルソンが両,か両腕を後ろで決めるみたいな。で、未来がやってるの、ブライアン・ダニエルソンがやってるのは足で腕を絡めるんですけど、 サリーの場合、バタフライロックみたいな形で両手を後ろにして、まあね、松井美沙は意地でもギブアップなんて言わねえぞと思ってましたけど、可動関節の柔らかい女子レスラーが、あの、ストレッチ技っていうんですかで、ギブアップしって、よっぽどですから、ね。しかもや、サリー余裕でしたしね。うん。松井美沙はしんどいですよね。結構、というか、やっぱ、軽量級のレスラーは、やっぱしんどいですよね。この次の正月夏美しかりですけど。 でもこのままじゃ、正直なつみ選手だったりとか、松井美佐選手が言ってるみたいに、減量してまで、でも減量してでも、フライ級のベルトに挑戦してほしいっていう風な気持ちっていうのがこのドリームスターでなかなかできてないんで、だったらやっぱ結局赤と白のベルトいくよね、みたいな。 まあ、ゆずきがちょっとね、軽量級のレス、フライ級に行きたく、合ってるとは思うんですけど、やっぱね、この無差別級の、における戦いにおいて、軽量級のレスラーっていうのは、まあ、結構しんどいよな、っていうふうには思ってるんですけど。で、え、セミファイナルが配、はい、下歌みたい、正月夏美ですね。姉さんもね、正月夏みさんは姉さんって言うんですけど、これも、マリーゴールドあるあるですけどね。姉さんもね、 最初マイクパフォーマンスで生きがって唯一のチャンピオンだっていう形でしたけど蓋を開けてみれば大苦戦してますからねで歌目はもう負けれないですからね2敗してますし未来にも負けたし野崎さんも負けたしで,でさっき言ったみたいに、まあ、首のコンディションがどこまでなのかっていうのは分かんないですけど、まあ、レスラーはねリングの上に上がったら常にベストコンディションという形になると思うんでで最後最初に、ね、言った大中西ジャーマンですよ 本当にこのプロレスというか、この歌みのがエースになる。だから、大中西ジャーマンを両国でイオスカイに入れてたら、変わってたかもしれないですね。そういう意味で言えば。だから大中西ジャーマンは大好きなんで、まあ、アルゼンチンで決めながら、アルゼンチンって結構、アルゼンチンバックブリーカーで最近ギブアップ取るってことなかなかなくなってきてると思うんですけど、アルゼンチンされながら首を絞められたら結局、う決まんねえじゃんっていうのがあって、 で、中西学部選手もそうだったんですよね。もうずっとアルゼンチンで決めるけど、相手がスリーパーして首絞められるから結局苦しくて落とすみたいなのになってて。で、そっからヘラクレスカッターに持って行ったりとか、前に落としたりとか。で、そこで開発したのが、こう、後ろでしてて、マナバウアーか。大中西ジャーマンじゃなくてマナバウアーですね。最初のちょっと、まま、マナバウアーでしたっていうのを入れとかないといけないですね。マナバウアー。 ああ。もう、だからね、今度、だ歌見場具合なんですかはやはや場具合になるんですかああ、だからね、ちょっと楽しみなところはあるんで。うん、で、メインが未来対アマ,アマレーコーですね。いやーまあ未来選手が負けたっていうのはちょっとショックっちゃショックですし、僕は優勝は未来って言ってますからね。でもなんかその次の日のインスタですかね、X で言ってたのは、 顎が外れたみたいな。顎が外れて首も痛い,い。そりゃそうですね。ずっとフロントキック、喧嘩キックを顎に入れられてて。でなんか腸の喧嘩キックって言ったら蝶のまさ選手だと思うんですけど、なんかね、もう靴が硬くて、顔でバーンって行かれるとすっごいらしいんですよ、衝撃が。だから、未来選手はチョップですよね。で、足でバーンって行かれるとこう、行かれますから、からそれをずっと繰り返されるとやっぱダメージとしては、 まあ未来選手のきつかったのかなっていうふうに思って。で、まあアマレー選手が勝ったのもあれでしたけど、でも未来の攻撃を全部受け切ってもう胸真っ赤したからね。まあそこまで持っていったっていうのが強いとこなのかなと思うんですけど。だからアマレー選手のこの立ち位置ってのはすごいですね。ゆずきにも勝ったし。 未来にも勝ったしね。シングルマッチで介入とかもなしで真っ向勝負でしたかね。で、今度、おだから、ゴッチかとツインタワーで行くって形ですかね。桜井マイトのあー。で、久しぶりに、ハイカッチン来ましたからね。僕はもう未来選手の、ハイカッチン結構好きで。まあ、もともとコメントというか、バイクパフォーマンス上手い方ではないと思うんですけど。まあ、ちょっと久しぶり。ハイカッチンは、 結構ファンとしては結構待ってたんでね。まあ、これから終盤戦に入って、未来は負けちゃったし、で、歌見のマナバウアーですか最初、大中西ジャーマンってずっと言っちゃってましたけど、マナバウアーが入っ,あったから、そっからね、どういう風に切り返していくか。あとはサリーを誰が止めるのか。ボジラはちょっと止まったりはしてるんで、あと7位をね、誰が止めるのかとか。 そういう展開になってきてるんで。まあ、やっぱ、あとは、ノリしっかりの、野崎様しっかり。だから、外敵がちょっと強すぎるんでね。もっと所属選手頑張れっていう風には思うんですけど。まあね、21日,日があって、23日にまた後楽園ホールがあるんで。21日の大会は、さすがに23日の後楽園大会の前に配信があると思うんで、そっちを楽しみにしたいと思います。